ジュノーでスター・プリンセスは2002年に完成したクルーズ客船、プリンセス・クルーズが運航する。スター・プリンセスはディーゼルエンジンを搭載した全長290メートル、最大幅36メートル、総トン数108,977トンのクルーズ客船であり、旅客定員は3,102人である。イタリアの造船会社であるフィンカンティエリによって建造された。 IMO 番号は9192,363。無 c 番号は3億1,036万1000。コールサインは ZCDD6 である。2006年にタバコの火の不始末により大規模な火災を起こし、生じた煙により死傷者を出した。この火災を受けて国際開示機関は船舶の客室の耐価基準をより厳しくしたことで知られる。 アメリカ合衆国南東部のフォートローダーデールを出港してイギリス領ケーマン諸島のグランドケーマンに寄港した後ジャマイカのモンテゴベイに向かっていたスタープリンセスは2006年3月23日午前3時頃に左炎中央部にあった客室より出火した原因はタバコの吸い殻の不始末であったバルコニーに敷かれたマットが燃えやすい合成ゴム製だったり バルコニーに配置されたポリカーボネート製の仕切り板も可燃性であったことなどにより燃え広がり204の客室が焼け発生した煙によって100人以上の乗客が煙による健康被害を受け一人の乗客が死亡するに至った。なお乗客を避難させるために救命ボートの準備も行われたが船全体に火災は広がらなかったため自力でモンテゴベイまで航行した。 火災によって損傷したスタープリンセスはドイツのブレーマーハーフェンまで航行して修理が行われた。その際、バルコニーにスプリンクラーを設置し、バルコニーの仕切りも何年製のものに交換された。そして2006年5月13日に再就航し、同年5月15日より旅客扱いを開始した。この火災をきっかけとして、 国際会議機関は、客室のバルコニーに高い耐火性を求める新基準を採択するなど、船舶の安全対策のあり方に影響を与えた。ありがとうございます。